モーニング娘。パーソナルデータファイル。飯田香織。1980年8月8日、 A 型、北海道、絵を描くこと、想像すること。阿部夏実。1981年8月10日、 A 型、北海道、お料理、詩を書くこと、笑うこと、泳げます、あとはいろんなことに楽しんで取り組みます。矢口真理。1983年1月20日、 A 型、神奈川、ゲーム、お料理、ちょっとだけ、口をハート型にできる、斜め字。ジャスダ・ケイ。1980年12月6日、 A 型、千葉、焼肉を食べること、すぐ寝られる。後藤真希。1980年9月23日、 大型、東京、ホラ集め、自分研究、笑え。石川梨花。1985年1月19日、 A 型、神奈川、ショッピング、映画を見ること、テニス、 Y 字バランス。吉澤瞳。1980年4月12日、 大型、キータマ、メール、買い物、バレーボール、スポーツ全般。辻のぞみ。1980年6月17日、大型、東京、お菓子作り、バレーボール。加護愛。1988年2月7日、 AB 型、なら、梨を切ること、変な顔ができる。岡川誠。1980年10月29日、大型、新潟、みんなでワイワイ遊ぶこと、甘いものをいっぱい食べること、水泳かも。新垣梨沙。1988年10月20日、 B 型、神奈川、アクセサリー集め、スポーツ、特にバスケ、エレクトン。高橋愛。1986年9月14日、 A 型、福井、クラシック、バレー、まぶたをひっくり返すこと、体を動かす。紺野あさみ。1988年5月7日、 B 型、北海道、体を動かすこと、買い物、おしゃべり、スポーツ。でも、鉄砲は苦手です。娘物語。この物語は国民的アイドルグループモーニング娘。のメンバーそれぞれにスポットを当てながら、グループとして今、そして未来を追いかける青春ストーリー。あなたの知らない彼女たちの素顔がその解けるかも。これは事実に基づいたフィクションです。物語中に出てくるいくつかの曲が巻末に収録されています。この物語は国民的アイドルグループモーニング娘。のメンバーをそれぞれにスポットを当てながら、グループとして今そして未来を追いかける青春ストーリー。あなたの知らない彼女たちの素顔が覗けるかも。これは実に基づいたフィクションです。